Oh I この時間は雑誌「週刊文春」電子版デスク村井玄さんに今日発売の「週刊文春」から記事をご紹介いただきます。村井さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます村井さんがデスクを務める電子版「週刊文春」の記事を一日早く読めるんですよね。はい。雑誌発売の前日には特集記事を配信しておりますし、えー、最近ですね、紙面ビュアー,ーを導入しましたんで、はい、もう紙の雑誌と同様にですね、発売日の前に読むことができるので、電子版の方はぜひおすすめです。 はい、さあそれでは記事ご紹介いただきますまずはこちら「都知事選小池百合子 VS 蓮舫」。 7月7日、七夕に投開票が行われる東京都知事選挙、昨日正式に立候補を表明した現職の小池百合子都知事、そんな小池都政をリセットすると立候補を表明している蓮舫氏、蓮舫氏を赤い狐小池百合子氏を緑のタヌキと呼ぶ人もいるようなんですが、村井さん、そんな2人に関する記事ですね。はい 今回のね、あの、都知事選に関しては、ま、事実上のこの二人の一騎打ちとも言われてますよね。はい。あの、蓮舫さんはね、いち早く立候補することを表明しましたけれども、まあ、あの、緑の狸子と小池さんの方はですね、<え>もうギリギリまで引っ張った上で、参戦への出馬を決めたということでして、はい、ま、この二人がですね、一体どういう人物なのかと、またあの、二人ともですね、まあ、爆弾を抱えているとも言われているんで、はい、ま、二人がですね、あの、今どのような状況にあるのかというのを徹底取材で明かした記事になっております。はい はい、ではまず緑のたぬきこと、小池由里子氏の方、こちらいかがでしょうか？はい。まあ、あのまず小池さんといえばですね。やっぱり最大の弱点はこの学歴詐称疑惑ですよね。はい あのカイロ大学卒業ということは、まあ、これまでの選挙広報にも書き続けてきたわけですけれども、まあ、実際には卒業していないのではないかということが、まあ、ずっとくすぶってきました、はい、でこの疑惑についてはもう最初に都知事選に出た2016年時点でもです、ね、ワイドショーで報じられてまして、まあ、当時はです、ね、エジプト出身のタレントであるフィーフィーさんらがです、ねまあ、これを指摘して、はい、まあ小池さんは非常に神経質になっていましたで、まあ、当時もです、ね、そのテレビ局に抗議してくれというふうに秘書に命じてです、ね、報道を沈静化させたこと ともあったんです、はい、でその次ですね前回2020年の都知事選の直前にはですね、えー、これは文藝春秋から出た本ですけれども石井太子さんの書籍の女帝が出版されてですね、えー、まあその本の中で回路、えー、時代のですね同居人女性が、えー、証言した内容こちらで、えー、彼女のですねまあ、学歴差小疑惑が再び再燃をしましてですねあの大きな注目を集めたということがありました、はい、でこの時もですね小池さんは周囲にですねまた学歴のあれやら られちゃうのよ、というふうに弱音を漏らしていたと言いましてですね。<ー>まあ、本当に本人もここはすごく気にしているところだと。 で、この時ですね、焦った小池さんが、えー、周囲にですね、どうすればいいんだというふうに相談をしていたんですけれども、うん、まあその一人がですね、えー、今年の4月にですか、まあ、月間の文芸春秋で告発をしたですね、えー、都民ファーストの会の元事務総長だった小島敏郎さんなんですよね。はい。まあこの方はですね、実名で文芸春秋でまあ学歴詐称工作に加担したんだということを、まあ残告白という形で明かしたわけですけれども、まあこの時にですね、さらに小池さんが相談していたのが、えー、元 今、千代田区長の樋口隆明さんに、ですね小池さんはですねこの声明文を作れということをまあ指示をしていたと、まあ、つまりその卒業していたということをです、ねまあ、あの表に出す上での,この工作ですよね、はい、工作活動をまあ指示をしていたのは、この樋口現千代田区長なというわけなんですね、うん、で、まあ、その樋口さんはです、ね、この今年4月の文藝春秋の発売の前後から行方不明のような状態になって、ですね、えー、まあ公務もドタキャンをしていたというような状況が分かっています。はい その樋口さんですが今はどうしてるんでしょう はい、あの公務ドタキャンからですね、まあ、2か月余りが経ったわけですが、うん、実は今月の7日の午後に、ですね、あのエ帽子をかぶって、ですね、<お>王朝装束に身を包んだ樋口氏がですね、まあ、都内でまあ見かけられていたんですね、うんでまあ、樋口さん、何をしていたかというと、あの赤坂にある比叡神社の参納祭に出席をしてまして、ですね、練り歩きをしていたと、でそこでまあ樋口さんを今回、週刊文書の記者は直撃したんですが、特にコメントはないですというのみで、何も説明はしませんでしたね。 選挙控えている小池百合子氏、今、どんな状況なんでしょう、はい、あの小池さん、やはりですね3回目となる今回も学歴詐称の問題に最も神経を尖らせているようで、<っ>あの周囲に対しては、ですね20代の私にカイロ代が無理やり卒業証書を出す意味がないじゃないと、だからカイロ代が出した卒業証書は本物なのよみたいなことを漏らしているそうなんですね。 ただまあ、あの、文芸春秋で実名の,あの告発をしたですね、この小島さんは、都知事選の選挙候補にもし小池氏が回路大卒と書いた場合は、これ、あの、公職選挙法のですね、経歴詐称のですね、はい、まあ、あの、違反の、あの、容疑で刑事告発するともうすでに宣言をしていますから、あの、本当に小池さんがですね、回路大卒と書くかどうかっていうところは、ちょっと注目した方がいいのかなと思いますね。はい。さて、対して赤い狐こと蓮舫氏の方、いかがでしょう はい。あの、蓮舫さんも実はですね、小池さんと同様に学歴に関するある疑惑があるんです、ね、あ,あるんですか。あの、蓮舫さんといえばですね、あの、二重国籍の問題が結構注目されていましたけれども、はい、実はそれ以上に注目すべきはですね、これ選挙候報などに記されている、北京大学留学という学歴なんですね。はい。というのも、蓮舫さんはですね、タレント時代だった1995年からですね、およそ1年半の間、まあ、北京に 渡っていたんですね でまあ、それでで北京大学学に留学していいたというわけなんですで2004年にです、ね、あの初出馬した時の選挙広報にはです、ね、北京大学に留学というふうにはっきり書いてあるんですね。<え>ただ、その後の選挙広報では、この記載は消えてるんですけれども、現在も参議院のホームページにはです、ね、1995年から97年まで北京大学に留学と<ー>で、中国語や中国の文化、政治経済を勉強というふうにはっきり書いてあるんですね。<え>さらにまあご自身の公式サイトでも北京大学 看護中心に留学というふうに書いているというのがあるんです、ね、北京大学看護中心というのはこれ語学に関する勉強ってことでしょうかはいあの看護中心、中心つまりセンターでこれは日本語に直すまあ語学センターみたいなことなんですねは、はい、つまりです、ね、これあの蓮舫さんの北京大学への留学は語学留学なんですね、えー、なので正式な本会の留学ではないわけなんです。 でこれ北京大といえばですねイギリスの情報誌の世界の大学ランキングではですね我が東京大学よりも上位に位置する、はあ、ま名門中の名門大学なんですね、ええ、でその北京大のですね本科と、まあ、語学留学ではもう雲泥の差があるわけですよね。 まあ例えばですけれども、転職支援のマイナビエージェントのサイトにはですね、こんなことが書いてあるんですね。<え>あの履歴書の常識として、語学留学と呼ばれるものは正式には語学研修に該当し、学歴とは見なされませんと。<う>なので、まあこう社会的な常識に照らし合わせればですね、語学センターに行ってたっていうことは、この大学に留学していたと書くのはちょっと変ではないかということなんですよね。 であれば蓮舫氏の学歴の記載、これ誤解を招きかねない表現とも言えるわけですすねね言えます、ねえー、実際、蓮舫氏の留学中の様子なんていうのは何か伝わってきてるんでしょうかはい今回、ですね蓮舫氏の留学中の様子を知っている方にですね、まあ、お話を聞いたんですけれども、まあ、当時、同じ学年にいた方によるとですね当時すでに蓮舫さんはまあ有名なタレントだったと<え>なのでまあ留学したことは大ニュースになったんですね。 なのに、実際に授業で見かけることはほとんどなかったそうなんですね。 さらにですね、あの学生たちが暮らしている一般寮ではなく、例えば研究者だったり、それから外務省から派遣された人物が入居するですね、まあ、特別な寮で暮らしていたんだと。とつまりだから普通の学生ともまた違う立場でいたということも明らかになってるんですね。<え>でまあ全く重要に出ていなかったので仮面留学生みたいなことも言われているそうです。まあはい、でこれについてですね中国に詳しいルポライターの安田美根とさんに話を聞くと、どうやら蓮舫さんのですね中国語の能力と中国に関す する知識といいううのはでですすねね相当レベルが低いそうなんです、ねえー、例えば、ですね蓮舫さんの著書にはですね天安門事件のきっかけになった雇用法総書記のことをですねこの事件で解任された調子用紙と間違えた表記があったりですとかあ,、えー、あとは自らの中国製でもある漢字のルビにですね普通に中国語ができる人の通常行わない読みを振っていたりですね あとは毎日食べていたはずの中華料理のメニュー名を間違えたりもしているそうで、えー、本当に勉強していたのかというのはすごく疑問だということなんですね。はい。え記事では小池百合子氏と蓮舫氏が抱える爆弾についてより詳しく特集されています。さあ続いてはこちら。すすきの首狩り娘田村ルナと精神科医父の S.M. プレイ。 北海道札幌市の繁華街すすきののラブホテルで恵庭市の男性会社員 A さんが殺害され頭部が持ち去られた事件母親の田村博子被告の初公判が6月4日に札幌地裁で開かれ連日ワイドショーで取り上げられています。村ささん、こちら教えてください。はい まああの母親のですねまあ裁判を通じてこの田村家がいかに異様なあの実態だったのかというのがまあ明るみに出ているわけですけれどもまあ今回、「週刊文春」の取材班は改めてこの田村ルナ被告とその家族の異様な関係性について取材をしましたであのルナ被告はですね両親の愛情をたっぷりと注がれてまあ育てられてきたわけですけれどもあの小学生の頃からたびたび問題を起こすようになるんですね、はい。同級生にですねカッターナイフを突きつけたり、まあ そういったこともあったそうで、ええ、まあこういった小学生時代を経てですね、18歳の頃には完全な引きこもりの状態になっているとでさらに加えて自殺未遂も繰り返すようになってしまったそうなんですねでそんなある日ルナ被告は突然田村ルナは死んだと自ら宣言をしてですね、ええ、その自分の死体に、ね、56人の人格魂が入り込んでいるというふうに思い込んでですね、ゾンビ妄想が出始めたというわけですね。ええ まあこういった状況になってしまい娘の両親であるはずのですね、父親の修被告とですね、母親の浩子被告はですね、いつしか絶対的な上位者であるルナ被告に従うしかない完全な奴隷のようなですね、関係になってしまったというわけなんですね。ね で自宅に引きこもっていたルナ被告ですけれども、昨年の2月頃ですかね、怪、え、談、ー、話が聞けるようなススキのの怪談バーに行きたいと言い出して、で実際、ですね、父親の送迎でそこに行くようになったんだと、はい、でそれをきっかけにです、ね、まあ、外の世界に目を向け始め、クラブに足を入れて、ですね、今回、被害者となった男性と知り合い、こういったですね、犯行に手を染めてしまうに至ったと。 いうことなんですね、はい、記事ではルナ被告が夜の街で目覚めた SM の女王への憧れ父治被告との SM プレイの練習について詳しく書かれています今朝のこの時間週刊文春電子版デスク村井源さんにお話を聞きました村井さんありがとうございましたありがとうございました